皆さんこんにちは、エムズスキーサロンの吉田正弘です。エムズスキーサロンですね、いつもご覧いただきまして皆様本当にありがとうございます。まあね、なんかこう僕なんかがエムズスキーサロンでこう YouTube でいろいろとですね、こう技術の発信ですとか、まあ、スキーの楽しさをこう伝えさせていただいて、でそしてこうたくさんの方にご登録いただいて、たくさんの方にご覧いただいてということでですね、毎日毎日こう感謝しております。今後もですね、こう充実したコンテンツにしていけるように、僕自身もですね、たくさん勉強して一生懸命こういろいろ考えながら試行錯誤しながら皆様とね一緒にこうスキーを楽しんでいければと思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。はい、そして今日はですね、僕が今シーズンからまあエムズスキーサロンをねこう充実させていきたいな、とよりこう良いコンテンツにしていきたいなということで導入させていただいているのが、まずはですねこちらのマイクですね。まあ、去年はやっぱりちょっとこう風の音とか結構うるさかったりとか、あとはこう天候によってね今日撮影できるできないとかっていうの結構置かれていたので、今年はこのマイクを導入することでなるべくこう撮影回数をこなせていると、で結果としてこう更新頻度も上げられているというところがありますので、非常に僕自身こう満足しております。本当にこういろんな人がいる中、たくさんの方がこう喋ってる中でもしっかりこう僕の声拾ってくれますし、吹雪の時とか雪がこうバーっとこう降ってる時なんかも僕の声をねしっかりこう拾ってくれるので、非常にこう重宝しております。でそしてもう一つコンテンツを充実させるために非常に重要だなと思ったのがカメラですね。カメラの導入、実は去年までは iPhone 一つでこうずっと撮影してました。音も含めて iPhone 一つで撮影してましたし、そんなにこう最新機種でもなかったんですよね。去年だと8ぐらいかなを僕こう使ってたんですけれども、1年やったところでやっぱりこうもっと多くの人に見ていただきたい、そしてこう見やすいコンテンツにしていきたいというところで、まず一つ最初に導入したのが、はい、こちらです。ドン、iPhone 11 ですね。こちらこう 4K 対応ということと、あとはですね正面から撮る画角に関してはこう広角も使用できるので、まずはこれにこう機種変更したと。これによって、理論ですね、特にこう秋口にこうたくさん上げさせていただいた理論なんかはもうこれ全部1本でやっていたんですけれども、非常にこう画質も良くてですね、こう明るくて見やすいなと、でピントもすぐ合いますし非常にこういいなということで使わせていただきました。はい、そしてですね、シーズン入ったところで導入したのが、今ちょうどこう撮影の機材で使っている GoPro Hero 8ですね。GoPro の最新機種になるんですけれども、そちらをこう使わせていただいております。実際にレッスン動画なんか僕のことをこう追いかけてる映像なんかも全部そうなんですけれども、この GoPro Hero 8を導入したことでやっぱり手ブレが良くなったと、手ブレの補正がすごく効いてるということですね。撮影してるこう僕たち自身も本当にこう毎回びっくりするぐらいすっごいボコボコの斜面滑ってるのに、出来上がりの、ね、動画を見ると、あ、こんなにちゃんと撮れてるんだってびっくりするぐらい、すごくこう効果を発揮していて、僕なんかは雪上の動画も去年はね本当全部 iPhone でやってるんですよ。オープニングのね、エムズスキーサロンのオープニング動画で使わせていただいてるやつもほぼほぼ iPhone1 台で撮ってるので、本当にねこうカメラマンの方もね頑張ってもらいましたし、僕なんかもね今日撮影できないなとか、このボコボコのコンディションだと見づらいだろうななんてこう考えながら滑ってたんですけれども、 GoPro Hero 8を導入したことで非常に見やすい動画になったんじゃないかなというふうに感じております。はい、そしてですね、もう一つこの度ですね、新たにエムズスキーサロンの撮影機材として加わったのがこちらのですね、オズモアクションですね。言わずもがな DJI さんのオズモで出しているオズモアクションという、こうアクションカメラなんですけれども、こちらをですね実は先日から導入させていただいておりまして、直近のですねレッスン動画、直近のレッスン動画でブーツの中身はどのように足を使っているかという動画があったと思うんですけれども、そちらもですね実はこれ1台で撮影させていただいております。でですね、僕自身も、編集している中で GoPro の Hero 8とあとはこの Osmo アクションですね、撮った映像をこう見るとちょっとこう色味とか少しずつ違うのは分かるんですけれども、具体的にどう違うのかなっていうのをですねまだちょっとこう実感していないところでして、今回ですね、今シーズンはカメラマンの永瀬くんっていうのがですねエムズスキーサロンのこう専属カメラマンとして、手伝っていただいておりまして、今日はですねちょっと永瀬くんもいないんですけれども、彼もですねこの GoPro Hero 8を使っていろんな方にねカメラワークを褒められていて、今非常にこう自信ついているんですけれど、今日はですねちょっとこう別のお仕事も手伝ってもらってるっていう、こう関係上ゲレンデには僕一人しか来てないんですよ。なので久しぶりに一人の撮影ということでちょっとこう寂しい気持ちもありながらなんですけれども、永瀬くん見てる？はい、ということなんですけれども、この GoPro Hero 8と Osmo アクションですね、ちょっとせっかく一人で撮影してるので、実際にこう僕が実践的な滑りをし
しながらどのような違いがあるのか、また従来のこう iPhone ですね、いろいろこう SNS に上げたりとかする方も多いと思うんですけれども、どの機材買ったらいいのかなとかということで結構悩まれてる方多いんじゃないのかなということで、日頃から撮影に使っている、そしてスキーに慣れている僕が、この機材たちを使うとどのような画角になるのか、どのような絵になるのかというところをですね検証していければと思いますので、ぜひですね今日もお付き合いいただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで実際に撮影していきたいと思います。今ですね音声はマイクの音声を使ってるんですけれども、2つのですねアクションカムを手に持った状態で撮影しているところです。まあ、今日はですねあいにくの曇りではあるんですけれども、まあ、雪がね少しこうちらついてるということもありまして、ゲレンデのコンディションとしてはよくあるシチュエーションなんじゃないかなと、なので逆に言うとねこうすごくこう参考になる日かなというふうに思うんですけれども、どうでしょうか。まだこう撮れてる絵はもちろん今雪上なので確認はできてないんですけれども、どうでしょう。はい、こんな感じですね。はい、じゃあ滑り出してみたいと思います。まずですねこちらの斜面ですね、オーンズスキー場というゼニバコにあるスキー場、北海道のゼニバコにあるスキー場なんですけれども、そちらのですねダウンヒルコースというところですね、最大斜度30度の斜面です。そちらでまずですねこう中速域で大回りをしていきたいと思います。いきます。はい、どうでしょうか。はい、オーンズのダウンヒルコース30度のコースですね。どれぐらいブレてるんでしょうか。はい、では続きましてこちらのコースでですね1級程度、級別テスト1級程度の小回りのスピード感で降りてみたいと思います。どれぐらいブレてるか、大回りよりもちょっとブレてくると思いますのでその辺にご注目ください。はい、こんな感じです。いかがでしょうか。まあ、どれぐらいねブレているのかはちょっとね家に帰ってパソコンに落としてから確認したいと思うんですけれども、まあ、今ねやはりこうたくさんいろんなこうアクションカムが出てますし、格安のねものもあったりしますので、こういったこう比較の動画たくさん上がってるんですけれども、まあ、実際にこうプロスキーヤーがこういう比較してるっていうのは結構ねまだ少ないかなと思ったので今回撮影させていただいております。はい、それではリフトに向かっていきたいと思います。多分ね2つのカメラもこう色味なんかも違うと思いますし、まあ、今ですねちょっとこうマイクで音取ってますけれども、うまく撮影できてたら2つのアクションカムでそれぞれこうどういう音が入ってるのか、風切り音はどんな感じなのかっていうのもご確認いただければと思います。はい、じゃあちょっとターンしていきます。はい、どうでしょうか。じゃあリフトに乗ってもう一本行きたいと思います。はい、ということで今ですねリフトに乗ってるところなんですけれども、実際どうでしょうかね。まあ、多少ねこう画角の違いとか広角の感じとか色味とかそういったね違いが出てきてるんじゃないのかなと推測されるんですけれども、まあね、こういうこう映像っていうのはこう好みもありますから、ご自身のねやってるこう例えば YouTube であればチャンネルのこうテイストであったりとか、あとはインスタグラムとかね、ツイッターとかいろいろこうやられてる方多いと思いますので、あとそういったこう自分のやってるこう雰囲気、好きな雰囲気に合わせてこうカメラを選択していくという形がいいのかなと思うんですけれども、僕はねやっぱりこういかんせん昨年は iPhone8 1本で全部撮ってたので、もうこういうねアクションカムがある時点でかなりこう嬉しいというか、もうこれ以上はこう求めない贅沢な悩みだなと思うので、どちらもね重宝させていただいてますし、まあ、シチュエーションに合わせながら今後ね使っていきたいというところで今回ね検証も兼ねながら撮影しているところです。まあ、このオーンズスキー場に関しては実はエムズスキーサロンのシーズン始めの時に深夜まで営業しているスキー場ということでご紹介させていただいたんですけども、本当にね上手いスキーヤーがたくさんここにこう練習来てますので、
ぜひね、北海道に住んでる方は一度練習に来ていただければと思うところなんですけれども、まあ、今季はねシーズン始め雪不足もあったんですけれど、今日久しぶりに来たら非常にこうコンディションいいです。やっぱりこう街から来れるスキー場って、ね、たくさんありますけれども、急斜面、緩斜面しっかりこう用意されているゲレンデっていうのは結構珍しいので、もしね機会があればチャンスがあれば寄っていただければいいんじゃないのかなと思っております。はい、でこちらが先ほど滑ったダウンヒルコースですね。こちらをちょっとね、この GoPro とオズモアクションだけだと差が見えにくいかもしれないので、今度は iPhone も一緒に撮影しながら3台で撮ってみたいと思います。それでは行ってきます。はい、そして今度はこちらのダウンヒルコースを GoPro、オズモ、iPhone11 ですね、こちらの3つで撮影してみたいと思います。さあどんな違いが出るでしょうか。はい、ちょっとね今途中で途切れちゃったんで、まあ、何ターンかは見れたと思うんですけれども、こちらのコースですね、まあ、画角もね多分全然違うと思うんですよね。はい、じゃあもうちょっといきます。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、おそらくね iPhone はかなり揺れてるんじゃないかなということが想像されます。まあ、こちらの映像もちょっと家に帰ってから比べてみたいと思います。まあ、せっかくなんでこのまままたリフトに向かっていきましょう。さあ風を切ってる音なんかもどうでしょうか。比較できてるでしょうか。しっかりこう性能のいいマイクも導入してますので、そちらの声とも比べながらお楽しみください。はい、こんな感じです。はい、ということでこちらがですね、雪上最後の絵になります。オーンズのダイビングコースというところですね。まあ、こちらも最大斜度30度のコブ斜面ですね。まあ、前日の降雪もあってちょっとコブ見えにくいかもしれないですけれども、しっかりありますね、こういったところですね。はい、で iPhone の絵はもう十分お分かりいただけたと思うので、またですね GoPro と Osmo アクションこの2台でいきたいなと思うんですけれども、まあ、ちょっとね僕特別なこう留め具を使ってというか、こうカメラを止める棒とかを使って撮影してるわけじゃなくて、こう手でねなるべくその2つをこう密着させながらっていうのかな、撮影してるので、ちょっと見えにくい部分もあるかもしれないんですけれども、なるべくねちょっとこうスピード出していきながら滑っていって、比較できるようにしたいなと思います。はい、では行きましょう。まあ、コブにね普通に入るよりはこういう風にこういろんなところ滑った方がちょっと凹凸感じやすいんで、まあ、たまにラインに入りながら、はい、こういう感じですね。はい、こういう感じです。ダイビングコース最大斜度30度のコブ斜面でした。はい、ということで雪上はですねこれで終わりたいなと思います。あとはですねちょっと家に帰ってから少しこう編集しながら、その動画の出来ですね確認して、まあ、実際にこう比較できたのか、まあ、はたまたね現代のこう技術っていうのはこう進んでますからあんまりこう違いがないのか、まあ、そういったところも含めて今回検証なので、ちょっとこのまま家に帰ってデータを落としてみたいと思います。じゃあ帰ります。
エムズスキーサロンネクスト。